お疲れちゃんです、ラストです。今日はですね、こちらの、なんだこれは。名前が難しいけど、これはやっていきます。だから今日なんですけども、まあ、チャンピオン持ってない方に向けてね、特にやっていったらなと思い、まあ、これをやっていくんですけども、まあ、当たり前にチャンピオン入ってません。で、なんかね、いろいろ替えが効くんですよね。なんかこう、たまにザッピー入ってたりとか、ゴブリンのりが入ってたりとか、まあ、その中身は何でもいいんですよね。で、まあ、この復活デッキが、まあ、グラチャレで、最近もずっと上位にいます。はい。勝率が高い、使用率も高い、まあ、環境がいいのかな？はい。ちょっと前だと、やっぱマザーネクロとかもね、流行ってたんですけど、マサレクがまあ、消えたっていうのがマジでかいですね。そして、まあ、僕が思うにめっちゃ使いやすいです。というのも、やっぱスペルが入ってないんですよ。で、スペル入ってないで逆に無印象ってなるんですけど、スペル入ってる方がまあ、むずいんですよね。だってスペルって打った方がいいのか打たない方がいいのかわかんないし、打つ場面とかも大事ですけど、ユニットでも出してくもなんとかなるんで、まだメガネットプリンスとかのね、活用も作るだけで強いので、これはね、マジでおすすめのデッキですね。はい、なので、ちょっとデッキ迷ってる方とかいましたら、ぜひね、こちらを試してください。やっていきます。なんか、普通に大会とかでも、使われるぐらい、なんだろうな、まあ、安定、なんか意外となんか使いやすいんですよね、このデッキ。さあ、とりあえず今回、マスケですね。マスケわかんねえな。まあ、基本的な立ち回りとしては、なんだろうな。まあ、メガナイトコウモリ、あとは、なんだ、ロイジャイフキアとか、まあ、ロイジャイコウモリとか、まあ、組み合わせですよね。メガナイトとかロイジャイの縦の後ろに1枚つけてあげる。いっぱいつけるのは、まあ、相手がね、スペル使ったタイミングとか、まあ、絶対刺さるよねっていうタイミングがあるならで、まあ、なんか1枚ぐらいつけてあげるだけでいいんですよね。で、あとは基本的には、これね、スキブで延命するか悩んだっすね。カットゥーンが痛いんですけどね。あとはまあ基本的に本当バレル飛ばしてとかしとけばなんとかなるんで。なんかここですね。コウモリ1枚つけて、あとはバレルで攻めてあげると。あとはもう見とけばいいですね。さあ無理しない。で、デリウッドと。きつ。ガチきついやん。ガチきついってこれ。まあきついんですけども、気合です。で、あとは、まあ今回の相手だと、デリウッドプリンスマスキー。あ、これメグナイトオブリガメ？ちゃえぐれだ。スケラフリーズっすね。なんか痛っすね、これ。あと、スケラとフリーズっすね、残り枠。で、ハンタープリンスで、そこそこに火力が高いんですよね。まあ、なんですけど、逆にハンターとプリンスしかないんですよ。だから、これは、意外とメガナイトが通ることは少ないかもしれないんですけど、ロイジェイさせますね。まあ、ここハンター咲いたね、プリンスが今いるぐらいなんですよ、強いやつ。で、デリも咲いたんで、俺のコウモリマジきついっす。で、ここで、こっち行きながらの、ここでコウモリつけてあげると、このコウモリが多分めっちゃ強いんで、プリンスをね、ある程度溶かせるんですよ。カウンター防止にもなるっていう。さあ、そしてこの間にロイがぶっ刺さってますわねっていう。まあ、相手のデッキはスケラフリーズっていうのがまあ分かるのがでかいね。まあ、あと、スケラって分かったんで、もう僕はガチで、吹き上げみたいなのがですね。吹き上げしたいけど結構入っちゃうのかな。スケブぐらい出しとくか。まあ、パッキンあるんですけど、さすがにやりにくいでしょ。で、まあ、デリウッドがあるので、まあ、一旦ステイでもいいのか。これ反応若いとね、ガチで若いと間に合います。いや、若っ！ガチもんやないか。結構間に合わないこと多いですけどね、普通。で、これ多分吹き矢出した方がいいですね。他のユニット出したくなるんですけど。で、あとは、まあ、ロイ、これ、コウモリに100-0のあれなんですよ。基本的にデリバリか。出したいので、ちょっとこれにデリを使わせたいよね。ウッドかなんでも。だからそれまでは無理してユニット、そう、加えなくていいんですよ。で、デリ使ったんで、ここまあ他のユニット最強だよねって。で、ここでね、吹き矢延命してあげると、マジで最悪っすよ、相手からしたら。で、ウッドもちょっと奥めにすると、この吹き矢にね、ウッド当たらないんでね、普通は。当たるんかいっていう。さあ、カットゥーン。で、あと取ったんで、メガナイトプリンス。で、吹き矢もあるんで、守れるよと。で、スケルトン、舞台最強なんでね。ワンチャンこれフリーズきますよ。うい、いや、来ねえのか。ちょっと誘ったんですけどね、ワンチャン勝つにはっていう。で、さあ、これ多分、両サイ攻めした方がいいと思うんで。で、あれっすね、今。デリバリー使ったんで、もうコウモリ出してあげて。いやー、これマジでね、結構強いんですよ。真面目にそう、デッキパワー高め。いやー、これ終わるっすね。どうすこい。やっぱり26って一番俺が釣るやつ。まあ、吹き矢出せるんで、なんとかなりそう。まあ、ロイ行っとくか。あれで施設入ってないんで、もう出しとくっすね。まあ、フリーズ、デリウッドで頑張るかなーぐらい。まあ、頑張ったと、おい！え？プリンセスの射程がバグってんのか、範囲がバグってんのか。いや、でかすぎー。そうなんです。
まあそういうわけで、今みたいな感じで、まあメガナイトの後ろに、まあ1枚ですね。別にプリンスでもいいですし、フキアでもコウモリでも1枚で、みたいな。ロイジュエの後ろにどっちか1枚でっていうのを形を作りながら一生戦っとくと、結構相手は苦しいよねっていう。まあ今の相手がね、デリバリーとウッドがあっての今の結果なんですよ。だからデリもウッドもないとか、カプーン。そういう相手だとね、マジで鬼刺さるし、戦いやすいと思うな。まあ俺が多分メガネとめっちゃ好きなんだよね。まあ、メガネとあれば本当に他っていうか何でも戦えますぶっちゃけ。いや美味しいなこういうのも。だってウィザードとかネクロにもさ勝てるわけじゃないですか。その自分からメガネと展開するんじゃなくて待つんですよね。そうバレルとかでイチャイチャイチャ殺して相手がねよいしょなんだ何を使うんだわかんないけどなんか使ってきたところをよいしょ。ウィザーとかネクロとか使ってきたところをメガナイトでね、回収してって。さあ、これも終わったっすね。相手、まあ、高めメガオコとかなんかわかんないけど、スパーキーデッキっぽい顔してての、あ、スパーキーじゃねえのかもしかして。俺今スパーキーだと思ってこんだけぶっぱしたんですけど、まあ、エリーババーチクだったらもう2択ぐらいですね。ゴレスパーキーぐらい。あれもうわかんねえな。で、ここはまあさっきスキル使ったばっかなんだ。茶会のスキル来ないんだけど、ワンチャン回るかもしれないな。いや、回るっすね。でもこれ受けねえんでね。キョロディーや。これ、でもロイ出せばある程度入ると思うんだけど、まあエリババいるしなぁ、と思いながら、ハシメプリンでいいや。なんか基本的には、マジでその自分からめっちゃこうロイチドーンとか、そういうわけではなくて、まあバレル飛ばしたりとか、まあフキアとか今みたいなプリンとかで、まあ一丁からのんびりしてからいいんですよ。で、余裕があればとか、メガナイトの後ろにユニットつけつつ、あ、これ、相手なんか、ペッカー、メガナイトに咲いてきそうだなとか思ったら、逆走いっちゃうみたいなね。で、ここ相手、エリババがないサイクルなんで、火力枠がないんですよ、言っちゃうと。そんだから、ちょっと行きます。で、うまいエリキですね。でも、やりたいですね、僕は。さあ、着衣も使ってと。で、こっちにこっち使う。それはヤンキー、フキア。いや、ヤンキーすぎるけど、めっちゃいい。やっぱねスパーキーデッキってこのないんですよ。何か忘れたけどこれ別に攻める必要ないですけどね。めっちゃき終わったっすね多分。さすがにこれは止まんないね。オッケーオッケー。そうウッドとかがないから、まあ、ザップしかない相手だとこんだけねめちゃくちゃ勝ちやすいよねっていうのはありますね。そのまあプリンセスとか持ってねえよって方とかだったら、まあ、ザッピーとか、まあ、ハンターとか、まあ、なんだろうなマザネクとかほんと何でもいいんですよね。中身なんでもいいの。まだもう本当にスケブコウモリフキアとかは、まあなんか本当に使いやすいし強いし安牌だよねっていうので、まあおすすめですよね。なんか個性を出しないなら、まあなんか好きにやっちゃってくださいというわけで、なんも出してこねえな。行くか。これ無視したら700くらい削るんだっけ。あん、これね、来た。さあ、ゴールナイは一応スケブで止まるようにはなってます。ゴルネエリキか、まあ、ペッカか、メガナイトか、まあ、わかんねえな。わかんねえ。相手にはマジでこの、できるだけ最低コストっていうんですか？小さいコストで戦っていけばね。さあ、ダークプリンス。エリキ、ダークプリ、ゴルナイか。結構ゴリゴリしてんな。このもう、まあ、行きたくなるんですけど、まあ、バレるぐらいならやってもいいけど、行く必要もないみたいなところね。ああ、うめえな、それ。いや、これは、踏んでからの、吹き矢で、まあ、両サイやりたいですね。で、自然とカウンターみたいな。いや、まじ、相手はね、ちょっとわかんねえな。で、ここで、なんかユニット、来るんですよね。はい、ペッカタンでした。今のが、明確男だったら、まじ、このコウモリが、ね、竹取って、吹き矢無双で、みたいなことにはなります。はい、はい。ペッカラマですね。なんで、タレユキライトなのかな？あ、でも、ダックプリーとかんな。なんか、ペッカダクプリはね、ユーノがいるのかどうかなんですけど、ユーノがダクプリになっただけのタルユキライトなのか、ユーノが入ってる、ペッカラムの方なのかっていう。ベビーもいたんでね。あ、でも違う、ダクプリゴルナイのベビーエレキだったら、もうあれっすね、ユキねえっすね、タルだけだ。タルだけの、いや、マジゴリゴリデッキですね、なんで、まあまあ、無理せず行こう。で、こういうのも多分ね、両サイ、いやーこれマジで復帰や残ったら熱かったな。ベビーもやばいね。まあ、でも意外と、
プリンスが結構軽くあるんだね。頑張ってくれる。多分ライトっぽいけどな。うん、ファイボカポイズンの可能性もあるし、これむずいね。相手の陸が結構硬いからさ、思った以上に硬いんだよね。そう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 。ユニットのなんか出すのがむずいよね。よいしょ。お、それはさ、美味しくね。これ相手負け筋だと思うんだけどな。釣れねえよ、それは。俺、鬼キャラで多分いいと思うな、これも。ゴリラで行こう、ゴリラ。ゴリラ。で、タルも咲いた。あー、そうっすね。さすがの相手の、ケツペが多分やり散らかしてると思うな。いや、これは、まあ、ラッキー。その、メガナイトって意外と真ん中に飛ばせれば、ラム防衛できるんですよ。だから相手もまあ、それは分かってるラム防衛だったんですけど、まあ、なんか、事故ってましたね。うん、ユニット追加すればさすがにきつかったと思うな。さあ、ナイス。どうも、よろしく。まあなんか、だからこう、無理に攻めないっていうのが大事っすよね。その引きこもろうと思えば、ずっとこの2コス3コスで引きこもれるわけなんですよ。そうだからまあ刺さりそうだなって思ったら、ロイ J 出せばいいですし、多分さっきの試合ロイ0なんですよね。そうだからペッカとかに対して、ロイ出してもぶっちゃけ刺さんないじゃないですか。まあメガナイトとか出して、そこにペッカ使ったらロイとか、まあそういうのはすごいいいと思うんですけど、こう自分から今ロイ J ダーはいかないですね。基本的にこの攻撃できる、待って、それは違う。相手のユニットに攻撃できるユニットメガナイトとか、そういうのじゃないと、単純にカウンター来ちゃうんでね。さあ、ペッカっぽいね。これもまた。さあ、今、ロイはね、これは結構ありです。いやー、ひよったっすね。これ今のは言ってよかったと思いますね。ペッカ咲いたタイミングで。この流れてきたペッカも結局スケルトン部隊で多分守れたんでね。さあ、ちょっとおしゃれに釣りながら行くか。こういうのたまに殴っちゃうよね。でさ、タルロバやりながら、ワンチャンタル来たら延命したいみたいな。ああ、いいゴーストや、それは。いや、相手の受けうまいっすね、ちょっと。まあでも。まあまあまあ。あ、待って、俺のプリンスの角度、入っちゃってる、それ。まあ、スキルも使ったんで、卒業やれるっすね。ああ。ピラム、これ、危ねえ。マリにザップ型がいる。怖い。ザップとか来たら、あ、やべ、忘れてた。君の存在。いや、まずいけども、加工されたからな。久しぶり見たっすよ。マジで見ない。いや、加工されたけど、このデッキからしたらきついです。まあ、なんで、その、ね、さっきも言いましたけど、めちゃくちゃ攻めるんじゃなくて、まずいけどいないターンに攻めるであったりとかね。ちょっとタイミングがむずいですけど、まずいけど自分がメガナイトで対応できるサイクルをまあ作っていくのが大事ですよね。さあ、これ右にずらせばよかったな。あれ、なんなら相手がずれてる。で、800サイドは、単純に、もうスプレー削りされたりとか、なんかいろいろもう嫌なんで、基本ずっともうサイドこっちにしていきます。さあ、バルーね。一ちょっと変えながら、うざいよ、これ。これもさ、圧着いあれか、スキル使ってるのか。いや、間に合わないなら熱い。これさ、ガチで熱いよ。すべてが熱いです。マジで熱い。ガチで熱い。ここでロイですね。もう多分ロイジェンまで使ってなかったよね、今日。いやー、これ延命してもいいけど、延命するぐらいならもう無視して、タリバモン咲いたんです。さあ、初登場、ロイジェン。さあ、こういう感じでね。マジ、これです。このデッキの強みはこれ。あー、でもね、諦めの。破滅を選びましたね。さあ、GG というわけで、マジこう、もうずっと我慢して入るだろう。今だった時にロイをぶっ刺すね。マジこういう立ち回りがまあ基本的な立ち回りですかね。いやー、いいな。今のめっちゃ綺麗というかね。まあ、ああいうのに、まあなんか序盤からゴリゴリ行ってもいいんですけどね。その、ロイ単体とかじゃなくて、そのメガナイトでペッカとか使ったら、まあ、ひよったんですけどね、僕さっき。まあ、どっちもいいか。さあ、クロスっすね。まあ、クロスは、まあ、高回転でウッドありますし、まあなんだろう、もう許容し放題なんでね、言ったら僕の攻撃なんか好きだけとか。まあ、ちょっと大変ですけど、まあ、言ったら相手も相手で苦しいんじゃねっていう。これ多分行く必要ないです。マジで行き過ぎあんた。マジで多分、いや、ガチで下手、今俺。やばい、急に下手、ごめん。見なかったことにしてほしい。いや、でも、
対されたな。アーチャー勢いで終わっちまうな。一旦これ撤退撤退撤退。いや、でかい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 。マジ、メガナイトプリンスの形が本当に強いんですよ。僕多分動画で結構上げてるんですよ。マジ、メガナイトプリンスは形作るだけで強いっていう。これ結構ガチで強いんですよ。だから作りたくなっちゃうんですよね。そうで、変にシャシャって今みたいに行くと怖いですからね。気をつけてください。まあ、刺さる時もあるんですけどね。さあ、ロイジェイがあるんでね。ここはまあ一旦耐えれそう。で、レスピ最短で、いやー、コウモリも熱いけどな。コウモリ先行するのもちょっと嫌だったんで、プリンディーや。いやー、それならもう、このコウモリいらないやんっていうね。で、次にはメガナイトで耐えれるといいんだけど、回転半がな、ついていけるかどうかの際どいところっすよね。うん。まあ、だから本当にロイジェイコウモリ、ロイジェイフキア。まあ、メガナイトコウモリ、メガナイトフキア、メガナイトプリンス。まあ、そういった形がマジで強いです。テスラめんどくさいな。一旦お供えテスラ来たもんな、これ。キア延命するかどうかなんだけど、延命してもいい気がした。うざいからね、やっぱ相手からしたら吹き矢。いや、ウッドは冴えてこないなと。で、これ、端前プリンもやっぱ狙いたいっすよね、僕からしたら。あー、なるほどね。結論にしようかな。いや、悩む。これ、どっちもいいと思うんだよね。別に、結論でも結論でも。だマジでどっちもいいと思うんだけど、まあ、どっちか残せば。クロス側をメガナイトプリンスでやりに行って、まあ、低めはちょっとなんもできないんだけどね。エレスピがちょっとめんどくさいよなっていう。さあ、ウッドをね、使わざるを得ないよと。さあ、あとはメガナイトが全てが暴れてます。暴れてます。あ、オッケーオッケー。プリンスが結構入るやつやろ、これ。あー、竹変わるか。いや、でもロイがぶっ刺さってる。よしよしよし。泣いてからね、こう言ったら防衛クロスで仕掛けてきたんですけど、俺らがやっぱダメージ取っちゃうっていう。いや、これもね、まあロイで壊していいんじゃね？めんどかったら。うん。そんぐらいの感じでいいと思う。いや、吹き矢。もうちょっといい感じ。いや、いいいいいい。吹き矢の一致点差。いや、しかも手前だから、あ、一発入んねえか。まあまあまあ、ここはね、相手のいいボーイクロス、延命ですね。まあですけど、ここでまあ無理しないが大事。うん。いや、ダメージかかってるんで、相手が追いつく方法マジで、クロス通すしかないんですよ。このケツプリとクロスのタイミング被るとか。よしよしよし。いや、これだからメガナイトプリンス作りとくなんですよ。メガナイトプリンス作れそうだったら絶対作った方がいいですね。で、なんか、いい感じに吹き矢とか出しても熱いんですけど、いや、うまい。あ、でも、竹が完璧。美味しい。アイレスピ使った。あ、これ終わったっすね、さすがに。いや、しかもこのプリンスも暴れてくれるんだよね。オッケーオッケーオッケー。さあ、ロイがね、そこそこ入りながら、延命してもいいけどな。俺、別にしなくてもいいんで、しないでいきます。いやー、これ、蓋来るよ。延命うまいかな。あ、飛んでる。それは相手も、GG 説あんな。いやー、真ん中テスラ。よいしょ。さあ、まあまあまあ。これ、たまに見るやつ。めっちゃおっきいやつ。お前、でかすぎーっていう。まあ、泣いたら終わっちゃうっていう。ちょっと、ふざけてないです、別に僕。至って真剣です。いっちゃうかな。なんか、同サイドはね、あんまりこう、やんないっていうか見ないんですけど、これだけなんか、ね、なんだろう、まああと少しだし、勢いあるしっていうので行くんですけど、まあ結局通んないですね。やっぱ、硬いと。エリアド取るとかなんかないと。さあ、とんでもないんで、低めで絶対安心、安全、メガナイト受けですね。まあ、相手はもうやるしかないんでね、ゴリゴリに来ますよね。よしよし。で、こっちにね、バレットバスとウッドをね、マジでどこに打とうってなって。さあ気づけば全てが崩壊します。さあまあそういった感じで、いいね。いやマジでいいな。本当に勝率高いんですよね。ここ先にもうずっと上位でいて、もう安定デッキみたいな。使いやすいんだろうね。はい。というわけで今日はこのメガナイトを焦がすデッキロイジェイみたいな。まあなんかちょっとこうね、使いにくそうみたいなデッキで思うかもしれないです。多分使うとね、ガチハマります。はい。本当におすすめなので、まあ、よければね、ちょっと使ってみてください。チャンネル登録ね、高評価の方もよろしくお願いします。では、まおっちゃんです。またね。